顔面偏差値が自分より低いやつで強気で行くようにしてる。<laughs> お前それ、やめ違う。そういう時に、ブスに優しくしたらモテるんだって。俺コンパとかでもブスにめっちゃ優しくすんのね。お前すげえおもろいね、みたいな感じで。お前ブスに優しくすんのが一番モテるからな。男。<laughs> お前 <laughs>、自分より可愛い女が、あーすごいねって、お前、お前その辺のなんか春巻きでも食ってろよ、みたいなこと言うの 女で飲んでてさ。<laughs> <laughs> さよな、ね、ら、おめえなんかその辺の、おめえはなんとかじゃんにゃよ。ちゃんとさグラタン食わせけど、おめえなんかその辺の唐揚げ食っとけよ、おめえら。<laughs> みたいなこと言うってこと。<laughs> それダメでしょ、それ。ブースに優しくするわけよ。ブースはイニシアチブ取ってるから。<laughs> 俺、ブースにも優しいよ。 そしたら、思うわけや美人なおなるかは、あの人ブスにも優しくしてくれる。あの人ブスにも優しくしてる。可愛い私にはもっと優しくしてくれるんじゃねえかって。でも行き過ぎると、こいつただの美声なんじゃねえかと思われて、一気に可愛い女からモテなくなるけど、うまいバランスが必要だな。その辺は。俺一時期ブスに優しくして、狡猾に可愛い女を狙おうっていう作詞だった時があるんだけど、こいつガチでブス好きなんじゃねえかって思わ、思われちゃったらちょっとやばい。策に溺れてミイラ取りがミイラになる時はある。時折な。 その熟練道どこで俺ブスのハードル低いから。本気にされちゃったらまずいけど。ああ、なんか俺コンパしてはわ、なんか久々に。なんかお可愛い女と、可愛い女、普通の女、ブス。 と、コンパして三三ぐらいで。で、ブスに優しくしたい。ブスに優しくしてる俺かっけえってなりたい、早く。俺こんなブスにこんな優しくしてあげてるつって。ブスに率先して取り分けてあげたい、サラダを。ほら、ブスだからおめ100円食えんだろつって。お前あれだな、歯にな、ベーコン挟まってもいいからよつって。可愛い女にはクルトン多めに入れて、ブスにはちょっとベーコン多めに入れたい優しくして自尊心を満たしたいブスに優しくして ブスし、ブスに優しくすることにより自分を認めたい。自分自身を。ブスとコンパしたい。ブスにベーコン食わしたい。でもブスって臭えじゃん、みんな。<laughs> で、なんでさ、俺、おん、ね、今この中にさ、あの、女の子いる。まあ、俺の放送見てるってことは可愛い女の子だと思うんだけど、俺女に聞きたいんだけど、ブスってなんなあんな臭えの <laughs> 俺、あのブスの顔だけだったらまだが、で、我慢できない。ブスってみんな臭いのね。 あ、なんでブスって臭いのブス臭いよな。そんな臭いブスに優しい俺。優しい。